とあるパパスの日常。昨日は確か寝る前55万回だったからな。さあ、今日はパパスの動画どうなってるかな。70万ぐらいいってんのかな。よし、見てみようぜ。よし、みんなのパパス。へい、これしか見ねえ。他のやつなんか見ねえ。あ、わかんない。見ちゃう場合もあるけどね。おっとっとっと。7万回あこれでいいんだよな。よし、じゃあ見よう。おー、いいね。やっぱいいね。パパスの。他のやつら何回ぐらい行ってんだろう。あ、まあまあ、でも、他のやつも才能あんだな。うん、見たことねえからさ。ヒカ、なんとかっつうのと、あと、あれだね。ああいう、結構さ、YouTube って、あれですよね。まあ、女の子だったらちょっと、なんか、はだけていくやつみたいなのとかさ、金増やすやつとか、ギャンブルみたいなやつとか、そういうのが人気ありますよね。なんか、ちょっと、飲み屋のおっさんの話と、被ってますよね。酒、ギャンブル、女みたいな。他のネタだっていいのやってる人いんのにね。そういうちょっと欲絡みの内容がちょっと多いですね。困っちゃいますね。そう、何これ、ドラクエ、ドラクエとかもすごい進化してますね。何これ、もうやだ。え、すごいリアル。そう。もうね、あれから随分経ってますからね。なんかもう、音声まで自動音声とか、なんつかね、これ。参っちゃうよな。3回目。これさ、もうついていけないよ、こんなの。無理だよ。すげえな。でも一応俺のチャンネルからこれ紹介してんのかな。なわけねえか。ああ、そう。でもまあすごいですね。もう皆さんこんにちは、ライスです。今回はドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。特にすごい、これ。皆様お待ちかね、これは倒せるのか。これすごいな。もう映画じゃんよ。顔も出てきちゃってるけど、これ映画じゃん、これ。もう。うわぁ。もうこれじゃん、もうさ、ジェネレーションギャップどころじゃないよ、もう。これどうやってやるんですか、これ逆に。これどうやってやるの、これ。もう入っちゃうよな。今もう本当に今動揺しかありませんね。はい。ちょっと参りましたね。最近の世界っていうものは、ちょっとすごすぎますね。いやー。まあだからといって、ね、また時代は戻るんで、昔に戻ったりするんでね。そういうところをまたね、一から研究していくと、昔の遊びが楽しくなったり、いや、今のちょっとすごいな。買いたいな。ドラゴンクエストヒーローズ？何あれ？聞いてねえよ。俺聞いてないぞ。あんなの、あんなのあるなんて。ちくしょう。しかもなんかビアンカ出てるしよ。ちくしょう。なんだよ、パパスも出てんのかな。気になんな。ちくしょう。時代に置いてかれた気分だよ。まあいいや、もう。パパス死んでんだし、どっちにしろ。あ、やべえ、ちょっと。まあいいや。でもさ、ザオリクとかもあるしね。まあ何があるかわかんないよ、もう。だってね。そんな感じですよね。これ、朝一発目ですからね。この後もう一本撮ろうと思ってるんで、ちょっとテンションがちょっと今おかしくなりましたね。はい。まあそんな感じで、ちょっとずつやっていきます。次の動画は、ちょっと、まあ、もう一回ちょっと、一個アイディアあるんで、それやってから長編動画みたいになろうかなと、ちょっと考えてます。
はい。それでは、ありがとうございました。いつも視聴。はい。まあ、やれることやっていきます。まあ、はい。一歩一歩やっていきますんで。それでは、バイバイ。